今日6月13日なんですが、一本こう今日しかできない動画を上げたくてというか残したくて、一本上げます。実は今から11年前の2009年の6月13日に、僕がすごく好きだったプロレスラーの三沢光晴さん、2代目タイガーマスクだった方なんですけども、試合中の不慮の事故で、お亡くなりになった日です。三沢さんも長年のこうプロレスラーとしてやっているうちに、首がね、結構ダメージが食らってた状態で、ただやはり団体の社長という立場だったり人気レスラーだったりということで、なかなか欠場もできずに、そういったダメージの蓄積でバックドロップという技を食らった時に、首の骨がトゲトゲになってたそうなんですけども、それがこの神経のところにぐさっといっちゃって、ほぼ即死状態だというところで亡くなりました。僕ずっと子供の時からプロレスが好きで、ジャイアント馬場さんだったりずっと見てたんですね。で、そうですね、馬場さんが亡くなった時もかなりショックで、その後に、ジャンボ鶴田さんが亡くなりました。それと、その後に、ご存知な方はご存知なんですけども、テリー・ゴーディというレスラーが亡くなったり、橋本真也さんが亡くなったり、スティーブ・ウィリアムスというレスラーも亡くなったりして、僕が一時期、アメリカのプロレスにハマっている時に、初代のブラックタイガーとして日本でも活躍したエディ・ゲレロという選手も亡くなったんですね。で、その後に三沢さんまで亡くなって、きっと自分が応援するレスラーは亡くなっちゃうんだろうという、なんかそういう衝動に駆られて、そこからプロレスを見るのをやめました。で、全く内容がないんですけど、三沢さんという方は受け身に対してすごく人間離れした取り方をするということを言われてて、なんかね、猫に近いような動きをするんですって。そういう方がね、まさかプロレスの技を食らって亡くなるというのは、僕としては非常にショッキングな出来事で、今でも思い出すんですが、11年前の今日ですね、知り合いから電話いただいて、どうも三沢さん亡くなったんでらしいよみたいな、嘘だろうみたいなことで切り返したら、やはりテレビでも流れたんで、どうしようもならないくらい、泣けてきちゃいました。で、その後半年後に自分の親が死んだりしたんですけど、その時はあまり泣かなかったんですよね。今でも不思議なんですけども、とにかく今日は三沢さんがお亡くなりになったという日なので、それについて残したくて動画を上げました。しょうもない内容ですいません。三沢さん、安らかに今後も、お眠りくださいとともに、今プロレス界もさほどね、にぎわってない、コロナの影響でなかなか試合もできにくい状況なので、三沢さんや馬場さん、ジャンボ鶴田さん、どうぞプロレス界を見守ってください。ありがとうございます。